天文み列は、新末民発の軍人、政治家。遠征外の促進的存在と言うべき、北洋系軍人であり、北京政府では、農商総長などを務めた政治家でもあった。字は、官邸、官には、陽道。番号は、つたなや老人。父の大官は、湖北省で、幽幕を務めた。多分、三列は、はじめ学問を志したが、里見に合格できず。 武漢に転じた。1885年、主席で北洋武備学堂に入学し、卒業後は故郷に戻る。遠征外が朝鮮に赴任した際に、他は二代わり自負部岸を務めた。その際に、園から能力を評価され、その腹心となった。日清戦争勃発直前に、園が帰国すると、他もこれに随従し、北洋水志学堂教習に任命された。 1895年、遠征外が新し権力軍を創設すると、パブミ列は特連どころ総文徳に任命され、事務法を取り仕切った。1899年に義和団の乱が起きると、遠率いる武衛優軍でブナーに任命され、引き続き事務を統括している。1904年、だは北洋常備軍左翼へ務に移動する。翌年、 北洋特連交渉制参議権兵備所総弁に任じられた。パブミ列は事務能力に優れていただけでなく、軍内の汚職も厳重に取り締まった。さらに、書店新巡計道に移動した際には、治安保持に加えて民衆への福祉構成にも尽力している。1911年、他は陸軍部副大臣に任命され、一時失脚していた。 園を内閣総理大臣として復権させることに、奔走した。1912年3月、中華民国臨時大総統となった、園政外から、多分未列は、総統府軍事顧問に任命された。1913年8月、三島民政長兼軍務会弁に移動した。他は、ここでも内政に手腕を発揮し、省内の非属総統により、治安を回復しただけでなく、 財務整理や実業振興でも大きな成果を上げた。1914年2月、タブミ列はカ南民政庁に移動し、白明討伐に貢献した。同年4月、処理カ南都督を兼任し、同年6月、制度改正により、カ南将軍となる。しかし、同年9月に、長がカ南将軍に就任したため、他はカ南軍務会弁研修安心に転じた。他は、 洪水被害で苦しんでいた河南省のために、小水利委員会を組織して、治水、水路事業に尽力した。さらに、事故の死費まで投じて、林業、養産業などの実業を進行し、各地に学校を建設するなど、教育事業でも、落腕を振るった。1915年、遠征外が、皇帝即位を計画した際には、タブミ列も、町とともに、これを擁護する。 同年末に、縁が即位した際には、他は一等白に封じられた。翌年6月に、縁が死去しても、他は引き続き、河南省庁を務めた。同年10月、13省の特軍と共に、穴境を国境とする規定を憲法に編入するよう、霊言広氏に求める伝文を発している。1917年5月、はじむが断基随を国務総理から罷免した際には、 長と共に独立を制し、弾を擁護した。同年11月30日、長年来の友人である王子陳が処理国無総理に就任すると12月1日にパブミ列は農商総長に任命された。以後、内閣は頻繁に変動したが、1920年2月まで他は一貫してこの地位にあった。南北対立の混乱期ではあったが、農商総長としての他は、 実業に関する様々な研究会や調査会を立ち上げて実態を調査し近代的法制の導入に尽力した。その後も内務総長や交通総長などを歴任している。1922年8月、病のため辞任、引退した。1924年12月11日、北京で病没。去年67、ありがとうございます。